団を剥がされるっていうのもあるじゃん。サラ金とかで金を借りたら、そしたら闇金牛島くんみたいなやつが来て、で、これね、あるんだよな。都市伝説というかもうこれ事実なんだけど、なんであるって言えるのかっていうと、俺の大学の時の友達がやってたんだよ。さて、じゃあ、金があると女の子はついてくるのか。そして、金があったらついてくる女の子っていうのはどんなのかと思って、すごい興味があったので、俺前に、六本木の愛人クラブっていうのがあって、セレブ向けっていうのがあるんだよな。で、そこのところでなんかこう入会案内状みたいなのが来たから、もう喜んで行ったことがあるんだよ。10月の岡野敏夫ゼミではですね、1ヶ月間ちょっと怖い話をテーマに、まあホラー映画とかですね、怪談、あとマッドサイエンティストとかですね、まあ意外なところではプーチン大統領とかをですね、そういう動画を再配信してきたんですけども、いよいよ今日はですね、その10月の、ちょっと怖い話をテーマにしたの最後の動画ですね、今日のテーマはですね、都市伝説です。こんばんは、岡野敏夫ゼミですということでですね、今日はちょっと怖い話の締めくくりとなると都市伝説なんですけども、今日の動画ね、全然怖くないんですよ。もう本当に、一番怖いから遠いんじゃないかなと思います。で、なんでそもそもこの都市伝説をテーマにしたかといったら、今から13年前ですね。この、岡田敏夫ゼミという番組開始から半年ぐらい経った時にですね、まあもうね、半年ぐらい経ってくると小賢しい話ばっかりがテーマになってくるんですね。政治とかですね、言論とかですね。そういうのばっかりがテーマになってきて、これはいかんと。思い切ってもう俺の血の質を下げなければいけないというかですね、もう配信の中で賢っぽいような話をするのはやめようと思ってですね、選んだタイトルでした。今日の動画ではですね、なので、巷ではこんな都市伝説があるけど、これって本当なの?といったですね、スタンスで、もう本当に野じ馬的なスタンスで、よくある都市伝説について話したりしています。この動画はですね、2011年ですね、11月7日に配信した岡田敏夫ゼミ第6回の再配信になります。楽しんでください。それでは、ここから無料動画スタートです。こんばんは、岡田敏夫です。ニコ生岡田敏夫ゼミ11月号、ただいま始まりました。海賊生放送から来てくれた皆さんありがとうございます。さっきまでコメント欄に中川と書いてあって何のことか分かんなかったでしょうけれども、あれの意味は、あえて解説しません。知りたい人はまた海賊放送を見ておいてください。それではですね、このネクタイも、海賊放送で、選んでいただきました。本当はね、ネクタイ、候補が、こう、4本ぐらいあったんだけども、海賊放送の中で衣装合わせというのをやってですね、どのネクタイが合うでしょうかというようなことで、俺としてはね、この、水玉がいけるんじゃないかなと思ったんだけど、このオレンジが割と人気が高かったので、じゃあ、僕はいわゆる赤緑色もというやつでですね、ちょっと赤と緑との色気がはっきりしないんですね。だからそういう人間が選ぶよりは、みんなが、その画面を見て画面でどういうふうに入るのかというのを選んでくれた方がいいと思います。お、ありがとう。赤緑色も赤と緑だよな。はい。雨の放送紙みたい。ガーン。いやいや、雨の放送紙はセンスの塊だから、それはセンスがいいという意味だよ。ありがとう。すべてをポジティブに取る岡田敏夫の、ニコ玉ゼミです。では、今日の話だな。今日は都市伝説スペシャルというふうなことで、実はですね、前回前々回の放送、大変評判が良くてですね、面白かったんだけども、終わった後で、S 田さんとついて話し込んで、これやばいよと。俺らなんかいつの間にか、評論系の番組やっちゃってるよと。気楽なトーク番組を、もう本当に生主としてやるつもりだったのに、いつの間にかなんか頭のいいことばっかり喋ってると。これではいけないと。番組の何とかして知能指数を思い切って15とか20ぐーんと下げようと思って、そうだ、なんだろう、そうだ。よし、今テレビで一番頭の悪い番組は何だろう、それは都市伝説スペシャルだというようなことで。今日は思い切って知能指数をうんと下げて。そう、安易すぎる。そうです。安易に行きたいと思います。そういうふうにしないとですね、なんだろうな。だって、どん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 上がってって。で、上がってった上の方ってさ、もう賢い人の番組なんていくらでもあるわけだし、なんだろうな。そんなの俺ね、やって、面白い番組が作れるのかどうか、ちょっと自信がないのは自信がないんだよな。岡田さん、髪染めた。よく気がつきましたね。やっと4ヶ月ぶりぐらいに、時間が取れたので髪を染めに行ってまいりました。しょうもないテーマだと思った。しょうもないテーマだと思ってくれて、それなのに来てくれてありがとうございます。早速、なんか、都市伝説ではないんだけれども、来てるですね、コメントというかですね、お便りから言ってみます。年よ、かわいいよ、年よ。PRPR?PRPR って何なの?
もうね、あ、ペロペロか。君たちの、もう本当に原住民の言葉はな、本当に。俺なんだろうな、文化人類学者としてはいつも驚きに、あはは、これだけのためにプレミア払ってる原住民、原住民だよ。動物か、動物か。丸のり。さっき予告編のところ見たらびっくりしたんだけども、ハンターハンターのなんか評論特番やるらしいね。例の宇野くんがやるらしいけど、宇野くんできるの？大丈夫？本当に心配になるよ。ハンターハンター難しいよ。ハンターハンターの面白いところってさ、今週号のジャンプ見てもわかる通り、なんだろうな。もう今ね、かなりストーリーにしても設定にしても複雑になってるんだ。で、複雑だから面白いとか、整合性が取れてるから面白いとか、そういうのじゃないんだよ。ハンターハンターの面白さっていうのは、ハンターハンターに書いてあるネームとか設定を理解できない小学生でも面白いところがすごいんだよ。そこに凄さがある。ハンターハンターっていうのはキャラの顔を見て、でそこに出てくる表情とか感情を読んでるだけで、小学校の中学年、つまり3年生、4年生ぐらいでも、なんとかついてこれるってことをやってるからすごいんだよな。だからその面白さっていうのが、なんだろうな。上の方へ上げていくっていうのはそんな難しくないんだけども、あえて下げて、下げるってことはないんだよ。複雑なことをやりながら、いかに子供にも分かるっていうようなことをちゃんと気を使ってるところがすごいんだけれども、なんかそこら辺踏み外さずに頑張って評論してくれたまえ。宇野くん頑張れ。評論しちゃってるな。いや、評論してるんだ。宇野くんを応援してるんであって。なんでこんなにこう気楽に応援できるのかと。もう宇野くんはもう遥か後ろの方にいて、なんだろうな、周回遅れぐらいに俺には見えてるから、今更こう一生懸命どんなに応援しても大丈夫だろうなと思ってるんであって、このニコニコ生放送の岡田斗司夫ゼミが始まった当時はもう、応援なんかする余裕なんかないからね。どうやって宇野くんを追い抜こうとか、どうやったら東を追い抜こうしか考えてなかったから、最近ちょっと余裕であります。ひでえな。なんだろうな。TPP の不利益の話をついてください。TPP について一言。わー、TPP について一言とかね、話してくれっていうのは多いんだけども、俺なんか、あれだよ。この2、3日ようやっと TPP っていう言葉を知ったぐらいだよ。もうね、新聞見ないし、テレビ見ないからね、ダメだよね。だからといってアニメ見てるわけでもないから、もう何ですか。引きこもりですらないよね。引きこもってもいない。論外。はい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 。で、どういうふうに考えるのかって補助線は出せるので、まあそれは後で話してみようと思います。TP、賛成か反対かと言われたら、そんなもう、わかるわけねえよっていう位置の話から始めて、な、わかんないよなっていう話で多分落ちていくと思うけれども、だからそういうことに関して、例えば、お前は賛成なのかとか、こう、反対のはずだろう、当然だろうみたいな、踏み絵的な話を期待している人には申し訳ないかも、わかんないけども、わからないっていうふうなことを考えるのがちょっと面白いっていうふうにやってみようと思います。岡田さんが最近のアニメを見なくなったのは萌えのせいです。萌えのせいじゃないよな。なんか目がチラチラすると言ったら年のせい。萌えのせいではなくて年のせいですね。あんな奇抜な色の髪の毛をした女がですね、なんかこう、変な色の、キンキン声で喋ってですね、なんか都合がいいストーリー展開があって、そして時々なんか妙に残酷っぽいセリフがあるところの、なんかその思わせぶりな感じがもう、いや、お腹いっぱい、みたいな感じで。脂っこい感じが嫌になったんですかね。アニメって脂っこくないですか？変な言い方なんですけども、感情とか恋愛とかあとボルテージなのかな、セリフとかのテンションとかがやたら、なんだろう、胃にもたれる感じがして、それであんま見なくなっちゃったんだ。わかるわ、くどい、あ、くどいなのかな。何に比べて脂っこいのかな。そうだね、声優さんの演技が脂っこく感じるのかな。まあいいや、どんどんやばいところ行ってしまいそうだね。じゃあ、ちょっと都市伝説行ってみましょうか。都市伝説スペシャル。だから、都市伝説スペシャルとは言いながらも、頑張って知能指数を下げようスペシャルですから、何の話しよう。有名な都市伝説みたいなのから行ってみようか。有名どころの都市伝説で、金にまつわる話ね。借金いっぱい、あったら、マグロ漁船で働かされるってあるじゃん。で、あれね、本当にあるのかって話だね。いや、あることはあるんだけども、マグロ漁船で働くのってね、結構難しいんだよ。で、なんでかっていうとね、マグロ漁船っていうのは、当たったら稼げるんだよね。一人当たり本当に1000万ぐらいポンって入ってくるらしいんだけども、マグロ漁船ってこう、船がちっちゃいじゃん。で、そこの中で、少ない船員の中でマグロ釣らなきゃいけないからさ、
まあはっきり言って邪魔になるやつ来たらダメなんだよ。だから借金まみれだったらマグロ漁船に乗せるっていうふうに言われるんだけども、そうじゃなくて借金まみれになってそいつが体力もあって目端が効いてよく動けるやつだったらマグロ漁船に乗せて稼ごうというのであって、もともとなんかこうそいつはダメなやつで、ろくに喋れずにグズグズしてたらマグロ漁船なんかに乗せたらね、邪魔で邪魔でしょうがないんだよ。で、今はどうか知らないけどさ、昔からあのマグロ漁船って人が途中であのいなくなるので有名でさ、遠洋漁業行って帰ってきたら船員が一人か二人いないっていうのがよくあったんで。で、それはあの海の上で一本釣りで釣るっていう体制が昔あったからさ、だから海の中にこう落ちちゃったらもう見つけられないっていうのがよくあったんだ。なので、まあぶっちゃけですな、あの嫌われてるやつとか働かないやつっていうのは海に落とされちゃうわけなんだよな。で、そういうふうなことがよくあったから、でもそんなことしちゃったらさ、マグロ漁船にせっかく借金を返せるために乗せたのに、帰ってきたら、ああ、いつ落ちちゃったよって言われたら借金取り返せないじゃん。だから、結構大変なんだって。借金取りがマグロ漁船に送り込むのに。まず船頭を選ばなきゃいけない。で船頭で、よく俺はなんだろうな、ちゃんとした船頭っていうふうに言われてるのは、事故を起こしたことがない船頭っていうのが、いい船頭なんだ。どういう意味かっていうと、事故を起こしたことがないっていうのは、この事故っていうのはつまり殺人っていう意味なんだよな。ぶっちゃけて言うと。そんなもんマグロ漁船5年や10年やったら1人や2人の殺人あるに決まってるから、そう。でも俺はちゃんと、自分の人格とかで、マグロ漁船の中をちゃんと締めてたから、そういうことない。ダメなやつはダメなやつでちゃんと教育してみんなにこいつの面倒を見てやれというふうな形でちゃんと運営してきた。だから俺の船では1回も事故、いわゆる殺人がなかったんだ、みたいなやつでさ。で、そんな優秀な船頭とそういうのは優秀な船頭なんだ。で、そういう優秀な船頭がいくら金積まれたからって言って、借金にさ、まみれてもうダメダメなやつっていうのを船に乗せれなかった。そうじゃないんだ。だから、マグロ漁船で、乗せられるっていうのは、あったはあったんだけども、やっぱ最近それないらしいんだよな。最近どういう風になってるのか俺もよくわかんないんだけどさ。で、布団を剥がされるっていうのもあるじゃん。サラ金とかで金を借りたら、そしたら闇金牛島くんみたいなやつが来て、で、ガンガンガンってドアをノックして入ってきて、病気のなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかの布団を剥がすとか子供のおもちゃを持っていくというのあるじゃん。あれもね、よく話が あるというか聞くんだけども、都市伝説だよな。なんかこう、話が辛いかな。で、これがあるのかどうか。で、これね、あるんだよな。都市伝説というかもうこれ事実なんだけど、なんであるって言えるのかっていうと、俺の大学の時の友達がやってたんだよ。すげえだろ、大学生の借金取りの取り立てやってて、で、そいつの取り立てで やるっていうのは本当に布団を剥いだりそういうようなことなんだ。で、なんでかっていうと、俺らはついつい金を貸す側の非道とかえげつない話っていうのはね、よく聞くんだけど、金を借りる側のえげつない話ってあんまり聞かないじゃん。で、借りるやつもね、結構ね、えげつないんだよ。お金借りるやつって、借りるときはね、お願いしますって言うんだけども、返すときになったら、ないですとかって言って、いくらでもかわいそうな人間のふりするんだって。で、そんなことしたらどんどん利子がかさんです。絶対もうそいつ返せなくなるじゃん。だから、借金取りの正しい対処の方法っていうのは、本当に期限通りに取り立てると。それをしないと利子がどん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 増えていって、こいつら間違いなくもっと払えなくなるから、っていうふうに考えるんだ。だから、布団でも何でも持っていけるものは持ってったら、そしたらさ、子供のおもちゃを持ってったり、布団とか剥いだりしても、そんなの別に5円とか10円にもならないわけだよ。そういうの引き取ってくれる業者のとこ持ってってもゴミ扱いなんだよ。でも、それを持ってったら、ようやっとお金をちゃんと、その時に財布に入ってる2000円とか3000円とか出してくれるんだって。で、面白いもんで、布団とか剥いで、で、2日ぐらい後に行ったら、ちゃんと別の布団に寝てるんだって。だから、やっぱりね、金借りるやつっていうのは、七人の催眠の百姓じゃないんだけどもさ、どっかに借金取りが来た時点でどっかに隠してんだよな。でそういうふうなことを見極めて取らなきゃいけない。それやってると人間嫌にならないっていう。俺は大学の時の友達に聞いたんだけどさ、もうやっぱりなんだかんだ言っても、取り立てる側のえげつなさより、取り立てられる側の、いわゆるその弱者の、開き直った弱者の醜さみたいなものから人間が嫌になったって言われて、なるほどなーとかって思っちまったけど、まあ、こんなもん間違ってもテレビでは言えないよな。いやーテレビがで言えない話ができて。そうだな。無担保で貸す方が悪いって話だな。うん。
そっち系の幼馴染、まあ、そうだよな。弱者は正義。そうなんだよね。正しいっていうことは弱いってことだからな。うん。弱者を演じる。演じてるわけではないんだけどな。その人らにしてみたら、本当は別にサラ金で金借りたいわけでもなければ、返したくないわけでもないんだろうな。でも、返せないんじゃないのかって思った瞬間に、あとはいかに返せないふりをするのかにも全力でなってきて、それが一回でも相手の気の毒そうな表情を見ちゃった瞬間に、取り立て側の気の毒そうな表情を見ちゃった瞬間に、もう返したら損みたいに返っちゃうんだよな。で、返す方は声荒げるじゃん。いい加減しろって言われたら、怖がるは怖がるんだけども、人間ってさ、絶対にプライドなり自尊心があるから、怖がったと必ず揺り返し、ぶり返しが来て、だったら払ったら余計損じゃないかと思ってしまう。だからそういう悪いループに入っちゃうというのがあるんだ。あとさ、こんな話ばっかりでいいのか。都市伝説って言いながら、なんかね、あんまりあ、そうか、こっちだ。都市伝説って言いながら、あんまりなんだろうな。聞いた話ばっかりだと申し訳ないから、最初のうちは俺が体験した話で話していこうと思うんだけどさ、セレブっているじゃん。金持ちっていうのが。金持ちっていうやつらの生活がどんなものか、俺興味があって。僕自身が金回りが良かった経験っていうのは、ちょっと待って、なんか上の方のエアコンで喉は痛いから。待ってくれ。ああ気楽な番組だね。いや、もう今日はさ、男ばっかりがこう、室内に入っているもんだからさ、男臭くて男臭くて、エアコンかけたらちょっと喉が痛くなってしまった。そう。こんな時に中川がいてくれたら、その通りだよね。こんな時に中川がいてくれた。みゆきちゃんいないの。あ、今日いないね。今日花ないよ、男ばっかりだよ。ヒルズ族。あ、男8人、女0人。そうだよね、今日は。で金持ちの生活で、前トマベチさんと話した時に、まあ金持ちの話っていうのを聞いたんだけども、僕自身も、なんだろうな、つまんない感じというか、そんな、しょうもない、面白いエピソードがいっぱいあるわけじゃないんだけども、金がある生活っていうのをやったことがあるわけだよな。金がある生活をやったことがある程度なんだよ。一番ね、金回り人生で良かったのって、多分、ガイナックスでパソコンのゲーム作ってた頃だよな。これはいろんなところで書いたり言ったりしてるから聞いたことがある人いると思うけども、そうだね、電脳学園っていう、まあ、後に有害図書に指定された、赤井くんは有害図書に指定されててめちゃくちゃ怒ってたんだけども、指定されて当たり前じゃん。だって女の子の陰謀きっぱりマウスで書いてんだよ。そんなもん誰が見ても有害だろうって思ったんだけども。そういう、なんか、有害ソフトということはないんだけど、まあ、エロゲーなんだけど、かなり面白いっていうか、遊べるソフトを出して、で、その後、ストーリー性のあるアドベンチャーゲームに入ってって、で、サイレントメビウスとか、不思議の海のナディアとかのアドベンチャーゲームを作ってた頃が、多分一番、俺の人生で儲かった時代だよな。それは、いつでもとかでベストセラーを出した頃よりも、ずっと、あの頃の方が、お金回りはいいわ。だってさ、パソコンのソフトって当時14,800円ぐらい定価でしたんだよ。で、原価いくらかって、中身作るのいくらぐらいかっていうと、フロッピーディスクが1枚100円ぐらいなんだよな。で、フロッピーディスク、6枚組とかって言ってんだけども、中の印刷物入れても、1000円ぐらいしかしないわけだ。つまり、なんかこう、14,800円で売ってる。確かに14,800円定価だから、それを、小売屋さんとかの中継ぎ業者に卸すときには 50% ぐらいになっちゃうから、8000円ぐらいで売るわけなんだけどさ、1000円のもの8000円で売ったらそれは儲かるよ。それはなんかこう儲かりましてですね。で、その当時、ガイナックスっていうのは、なんだろうな、給料倍増計画ってやってて、それまでずっと、俺も安野くんも、ほとんど給料同額で、だいたい13万から始まって、当時17万ぐらいだったのかな。で、開発費どこ行った？開発費なんか、ろくにかかるはずないじゃん。アドベンチャーゲームに。いや、絵を描くのには、確かにお金かかるよ。すっごい細かい絵描いたから、それはね、お金かかるんだけど、その絵を描いてる奴らのギャラも、俺とか安野くんと同じように14万とか17万ぐらいなんだよな。で、それで、アニメ描いた連中だから、絵は早いんだよ。それがゲーム業界に入って、こう、パッパッと絵を描いてるから、なかなか効率よくゲーム作れたんだ。で、それで、
所得倍増計画。所得倍増計画って言っても、それまで20万だった給料が40万になるだけだからさ、倍増と言ってもそんなもんなんだけど、なんかそれでもすごい景気よくって、俺、なんか自分らとしては、いやいやいや、お金持ちになったなって気がしてたんだけども、そしたら年末になったら税金ものすげえ払わなきゃいけなくなって、で、税理士の人に、とりあえず取締役の人たちはこれから、毎月、なんだっけな、150万使ってください。で、社長は350万使ってくださいって言われて、350万じゃあ、何すればいいのとか、なんか車とか、なんかそういうの買えばいいのって聞いたら、そういう残るものを買ったらダメです。消えるものでお願いしますと。一番いいのは食費ですとか言って、350万、毎月食えるわけないじゃん。しょうがないから、吉祥寺にある平鎮楼ってさ、めっちゃ高い高級中華料理屋があるんだよ。そこで毎日昼飯食ったんだけども、毎日平鎮楼で昼飯食ったらさ、昼飯に2時間かかるんだよな。で、俺ら仕事したくてアニメ作ってるわけじゃん。ゲーム作ったりしてるのは、金が欲しいわけじゃなくて、面白い仕事したくてやってるから、早く会社に帰りたいのに、飯食いに行ったらなんか2時間かかって、でも、2時間かけて飯食わなきゃったら経費が使い切れない。そしたらなんかこう、金を税務署に持ってかれると。今考えりゃ税務署に持ってかれてもよかったんだけどさ。なんかその時はそれがやたら悔しくて、なんかジタバタ、ジタバタしてたよな。なんかそういうのが俺が知ってる、こう金持ち経験な。で、じゃあ本物の金持ちってどうなのか。まあ俺なんかみたいに突発的に金が入ってくるんではなくて、恒常的に金が入ってくる人らの話で、あのね、知り合いで、ベンツのマダムっていう女の人がいるんだ。赤坂に住んでてさ、まあいわゆるなんだろう、TBS のビルの隣ぐらいに住んでる人だな。で、毎日毎日美容院行って、朝起きたら、自分のベンツの S クラスに乗って、六本木ヒルズの地下駐車場に入って、なんせもう太陽光線に何年も当たったことがないっていうぐらいの、本当に贅沢してる女なんだけどさ、35歳の、神田うのそっくりの女なんだけど、その人毎日美容院行って髪の毛洗ってもらうんだって。もう髪の毛洗ってもらうために毎日美容院行くんだよ。で、ずーっと洗ってもらって、そこで女の子相手に話をして、ありがとうとかって言ってくれ、で、クレジットカードで支払いすると。で、金持ちってなんかそういう金の使い方するらしいんだよ。ほーっと思ってて。前振りな。ごめん。前振りが長くてすまん。で、俺らが金持ちとかで一番興味があるのはさ、なんかこう、権力とか、なんかこう、どういうふうに使うのかっていうのもあるけども、やっぱ女の子じゃん。どんな女の子が金持ちになるとついてくるのか、だよな。今なんかこう、刑務所にぶち込まれちまったホリエモンの話をなんか蒸し返すのは申し訳ないんだけども、なんだろう、ホリエモンの名セリフで、いや、なんか、金があれば女はついてくるってあるような。あれがこう、俺すごく面白くて、この人はどれぐらい踏み込んでこれを言ってるのかなと思ってたんだ。で、一回それね、ちゃんと聞きたかったんだけど、聞いたことあるんだけどさ、聞いたことあるんだけども、いや、もう本当ですよとか、本当でしょとか、そう思うでしょっていうふうに聞いて、なかなかね、なんかこう、腹の内っていうのがね、なんかこう、その辺が、言わないんじゃないんだ、あの人。多分、言語化されてないんだよな。ホリエモンの中で言語化されているビジネスプランみたいなもの、めっちゃ細かくて、すっごい具体的なんだけども、そういう、なんだろうな、自分の信念とか、あと、生活感覚みたいなものってあんまり言語化されてないみたいだから、そこのとこ聞かれると、その当たり前でしょっていうふうにすぐ返ってきちゃう。だけども。さて、じゃあ、金があると女の子はついてくるのか。そして、金があったらついてくる女の子ってのはどんなのかと思って、すごい興味があったので、俺前に、六本木の愛人クラブっていうのがあって、セレブ向けっていうのがあるんだよな。で、そこのところでなんかこう、入会案内状みたいなのが来たから、もう喜んで行ったことがあるんだよ。で、何年前だったかな ?5、6年前だと思うんだけど、で、入会金100万円とか書いてあるんだよ。もう、払う気全然ないんだけども、向こうは俺がそういうの払えるに違いないって思ってるわけだよな。でも、すごいウキウキになったら、そしたら、まず待ち合わせ場所が、なんか、こちらがどっかに着いたら、そしたらその場所を、この番号に電話して教えてくれ。そしたら迎えに来るっていうやつで、もう場所を言ってくれないんだよね。俺そんなところ行ったら、どんな怖い目に遭うのかと思って、なんかこう、行ったらいきなりカードとか全部取り上げられて、このスケベジジイみたいな感じで、金をむし上げられるのかなと思ったんだけども、とにかくこれは、言っとくしかないわと思って、その時の知り合いの編集者で、ぬかたさんっていう、フィギュア王の編集長がいたんだけど、ぬかたさんに電話して、俺今から愛人クラブに潜入調査に行くから、俺からの電話が、なかったら、俺連れ去られたと思って、すぐに助けに来てくれみたいなことを言った上でこう言ったんだよ。で、行ったらさ、そしたらそこに、ネクタイ締めた兄ちゃんが来てさ、で、ようやっとそこで話し始めるのかと思ったら、こっち来てくれっていうことで、
別のところ行って、で、そこからまたさらに別のところ行かされて、六本木は六本木なんだけど、ちょっと盛り場から外れた、すごい普通のビルの中に入って、で、こんなとこに愛人クラブがあるのか。じゃあその中で女の子がこう座ってて、うっふーんとかあっはーんとかなんかそんなことになってんのかなと思ったら、なんか普通の事務所なんだよね。で、普通の事務所で、で、奥の方にやたら豪華なソファーがあるんだよ。これ何かっていうと、後で考えたらその豪華なソファーで女の子の面接をしたり写真を撮ったりする。いわゆるスタジオ代わりになってるんだよね。だから、その奥の部分のソファーだけやたら豪華でちょっと小切れだったりしたんだけども。そこへ連れてかれて、なんかさ、めちゃくちゃ分厚いファイル見せられるんだよ。俺そういうのファイルじゃなくて、なんかこう、PDF かなんかでないのとか、ネットでないのって聞いたら、ありません。って言うんだよ。で、じゃあ女の子選ぶのっていちいちここに来て、この、なんだろう、台帳みたいな、原簿みたいな紙を見なきゃいけないのか。もうそうですって。それはもう、100万円の最低クラスからそうですって。と思って。聞いたら、100万円の入会金のクラスが最低クラスで、その上に200万とか400万とか500万とかのクラスがあって、で、上へ行けば行くほど、いい女を紹介してくれてるんだよ。で、俺、なんだろうな。もう、しょうがないから、じゃあ、ファイル見せてくださいって言ったら、その100万円の最低クラスの女の子のやつを見せてくれるんだけどな。で、なんだろうな。見たら、ごく普通の、どこにでもいるような OL の人が、まあ、ちょっと小綺麗な格好して映ってるだけなんだよ。で、なんでこれがって思ったんだけども、要するに100万円とか200万円っていうのはその愛人クラブに入会するのに必要なおかげで、で愛人を一人雇うっていうお金っていうのはものすごい安いんだよな。俺それ知らなくてさ、なんとなくイメージとしては月100万円でとか150万円とか200万円でって愛人だと思うじゃん。そんな愛人いないんだよ。本当に。で、今教えてる大学の知り合いの女の子でもう卒業しちゃった女の子がいるんだけども、何年か前まで大阪の日本社がある大企業の社長とか会長の愛人やってる女の子っていうのがいてさ、で、それにも話聞いたことがあるんだけれども、で、100万とか150万だったら、いやもうそんなんじゃないと、1回いくらですっていうふうに聞いて、そうなの？それってもう炎上交際と変わんないじゃん。いやもうそうですよと。炎上交際と変わんないんだけども、相手が安心できるというのが愛人です。だその意味では、その昔みたいな、そのマンション買ってやるとか、あと月になんか100万とかお手当払ってやるっていうのがあるかもわかんないんだけども、今はもうそういう時代じゃなくなってきてるっていう、なんかそういう話を聞いて、おーって思ったんだよ。まあ、デフレか。ごめんな、なんかこんな話を延々してるよね。いかんいかんって言ってる前に2万3000人だ。おー、愛人もデフレ、金持ちの話は知能指数作業スペシャルなのでいつの間にか25分。確かにそんなのは都市伝説だ。結局なんだろうな、愛人を雇おうかっておじさまたちも一人の女の子とかを強く関係を持って、で、そいつに月に100万とか50万とか払って一人を維持するよりは、複数の愛人を持っていって、で、一人当たりの単価を下げると。で、というふうにした方が、いちいちめんどくさいわがままとか聞かずに済むし、悩みとかごちゃごちゃあるのを聞かずに済むと。その子らのテンションが上がって、ご機嫌がいい時だけ自分が会えると。結局それのブッキングの問題だから、それでなんかこう常にいい女が周りにいるようにすればいいっていう。なんかね、その芸能事務所の社長みたいな感じをみんな目指すようになったんだって。だから一人の女の子をとことん面倒を見て子供も産ませて、で、その子供が、生まれたら認知もしてあげてっていう昔かたぎの、なんだろうな、おめかけさんとか二号さんみたいな人がもう本当にいなくなっちゃって、要するに愛人っていうのは若い見てくれのいい女を周りにはべらしたいんだとかセックスしたいんだとかそういう風になっちゃったっていう話がここ聞きますな。いい状態だ。愛人 AKB 化か。なるほどな。テレサテンどうすんだ。ひどいこと言うね。愛人バンクだな。今のアニメはバラエティと同じ構図だな。そうだね。特定のブームっていうのがなくなって分散して、好みの多様化。それも個人の中の好みの多様化に対応するんだから、その意味で AKB 化というふうに言えるんだろうな。じゃあ別の話しようか。さ、何の話しようかな。ジブリの話しようかな。ジブリのトトロの話なんだけどさ、俺何年か前にジブリに入社した人に聞いた話なんだけども、
ジブリの中で都市伝説みたいなものがあって、これはもう完全に都市伝説なんだよ。おそらくないなんだろうけども、みんなこう語ってるやつで、いつか宮崎さんも死ぬ日が来ると。宮崎駿が。いつか宮崎駿も死ぬ日が来て、そしたら遺品を整理してたら、その中からトトロ2の絵コンテが出てくるっていう。本当って聞いたら、いや、なんかね、本当じゃないと思うんですけど、でもなんかみんな夢見るように語るんですよっていうのがあって。トトロ2の絵コンテってなんだよ。なんかそういうのはなんかこう都市伝説があって、ちょっとそれが面白かったな。トトロのね、都市伝説で有名どころってあるじゃん。例えば、サツキとメイって二人の姉妹がいて、で、メイがいなくなったと。ちっちゃい女の子の方がいなくなったと。で、メイを探しに行ったら、そしたら川になんかサンダルだけが浮いていたので、てっきり死んだんじゃないかというふうに思って、みんな一生懸命探すんだけど、で、その時にトトロが来て、メイのところへ連れてくれるっていうのがあって、で、これが都市伝説の元になって、実はあれはもうメイはすでに死んでいて、で、トトロは、死神みたいなもんで死後の世界へ連れて行ってくれて、そしてなんかこう、だからお母さんに会えたんだ。で、お母さんもすでに死んでいて、みたいな、有名な話あるよな。で、そういうのがね、なんかこう、なんでできちゃうのかっていうと、実はコンテの不備のせいなんだ。そういう解釈の幅が生まれちゃうのはコンテの不備のせいで、なんでかっていうと、トトロって尺、時間の問題で、1分ぐらい切ってんだよ。コンテがあるのに。で、どんな、1分かっていうと、これトトロの現場にいた人は見たことがあるんだけども、宮崎駿が頑張って書いた、トトロ、メイがいないのとか、助けてみたいなことをサツキ言うじゃん。そしたらいきなりネコバス呼ぶから誤解受けるんだけれども、宮崎駿のコンテでは、トトロはそれを聞いた瞬間にガーッと木の上登るんだって。で、木の上、まあ、サツキ連れて登るんだけど、そっからトトロの目が望遠モードになるんだって。で、望遠モードで何かって、目がぐん、ぐん、ぐん、ぐんって前へ出て、なんか5段ぐらいのレンズになるんだって、こう、ぎゅーっと。で、ブワーって見たら、そしたら目がちゃんと見えるんだって、泣いてる目が。で、それで猫バス呼んで行くっていう話になってて、で、宮崎駿ノリノリで書いてて、これだーっていうふうに書いてったら、スタッフが、これいらないですよって言って、もう尺もあと5秒どっかで切らなきゃいけない。だって、平野のホタルの墓のさ、秒数もあるからさ、もう時間いっぱいいっぱいなんだよ。で、これ別に宮崎さんなくてもいけますよって言われて、宮崎駿も確かになくていけるし、これなんか、作画的にめんどくさいシーンだからない方が楽だなと思って、ズバッと切っちゃったんだって。ズバッと切った結果、なんかこう、メイがいないの助けてって言った時にいきなりトトロが猫バス呼んじゃうから、なんかそういう都市伝説が生まれる元になってしまった。宮崎駿のところにはちゃんとその、なんだろうな、ノーカット版っていうのが将来もし作られることがあったら、その目がレンズ上にぐん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 って伸びるシーンがきっと入ると思うので、楽しみにしといてください。生きてるってことだ。そうだね。うん。生きてるってことだ。やばい、トイレ行きたい。行ってらっしゃい。今日はこんな知能指数の低い話ばっかりだよ。さて、ジブリといえばディズニーだ。ディズニーの話はね、やるのが危険だよね。トトロも、ジブリもいい加減危険なんだよ。ドワンゴとジブリ仲がいいからさ、いつこの番組が打ち切られるかなとか思うんだけども。ディズニーは版権にうるさいとかいろんな問題があるんだけども、俺やっぱり今までに一番聞いて一番面白かったのが、サイキック青年団って関西で有名な番組あるじゃん。で、サイキック青年団にゲストで出演した時に、収録の合間に聞いた話なんだ。で、サイキック青年団って何でも話せるという番組だったけども、でもこれはやめとこうっていう話があって、もう、北野誠と竹内義子さんがすっごい嬉しそうに、岡田さん知らんでしょみたいな形で教えてくれたんだけども、グーフィーの話っていうのがあって、これね、ディズニーランドじゃなくてフロリダにあるディズニーワールドの話な。で、ディズニーワールドでは水上ショーっていうのやってんだって。で、水上ショーがあって、その中では、なんだろうな。水上スキーってあるじゃん。スキー板履いて、で、モーターボートに引っ張られてバーッと海の上走るやつ。あれをやってたんだけども、何年か前からパッタリやらなくなった。それはなんでかっていうと、事故があったからなんです。その事故っていうのは何かっていうと、ディズニーのキャラクターたちがガーッと、なんかこう、水上スキーやってんだけども、グーフィーが落ちちゃったんだって。で、グーフィーが落ちてバーンってやって、普段だったら命綱とかついて絶対大丈夫のはずなのが、その時にたまたま外れて、グーフィーが溺れちゃったと。で、大変なことになったというふうなことで、その時の、なんだろうな、警備員とか、あとお客さんとかも含めて、バーッと飛び込んでグーフィー助けたんだって。で、グーフィー助けたってもうグーフィーの状態じゃん。人工呼吸グーフィーの状態させるわけいかないんだけども、一応、
ディズニーの公式見解ではあれはああいう生き物だってことになってんだ。俺は昔フロリダのディズニーワールドに招待旅行というのがあって、マスコミ招待というのがあって、そこで新しくできたホテルで朝ごはん食べたらミッキーが来ますっていうふうなことが書いてあるから、あ、ミッキーの着ぐるみが来るんですねって言ったら、ディズニーの人に真面目な顔で怒られて、違います、あれはミッキーです、ああいう生き物なんですっていうふうに言われて、この姉ちゃん本気かって思ったんだけども、まあ、本気は本気なんだよ。だからグーフィーもああいう生き物だから、本来言えば舌がこうベロンと垂れてるところに人工呼吸しなきゃいけないんだけどさ、そんなこと言ってる場合じゃないじゃん。ということでグーフィーの首をあれね、なんかすごい複雑にして分割されるらしいんだけど、スポンって抜いたら、中から黒人のおっさんがこう現れて、人工呼吸されたら水がピューと吐いて、で助かったって話をされて、なんかね、結構それ写真バシャ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 撮られたんだけども、何がすごいかって、ディズニー、その写真がネットに一回も流れたことがないんだよな。このあたりでディズニー力ってすごいなって思うんだけども、こんな話を本当かどうか、まあそれ信じるか信じないかあなた次第ですっていうのよくあるんだけどさ、信じるか信じないかそれは北野誠と竹内義和次第です。まあでもサイキック青年なんでも話せないって言ってたんだけども、あんな番組なんだから話せばよかったのにって今になったら思うよな。そのソース微妙っていうふうに。サイキック青年団の楽屋話っていう一番微妙なところだったよね。だよな。あとなんかね、なんだろうな、エヴァのなんか都市伝説ないですかっていうふうに S 田さんに言われたんだけど、もうなんかね、そういう手のものありすぎてね、ありすぎてというか、紹介されすぎてて、もう今更何も残ってねえよって思うんだけども、あんまり言われないのが、エヴァの元ネタの一つ。元ネタって言い方あんま好きじゃないんだけどね。エヴァっていうのは、というか、庵野秀明作品っていうのは基本的に、今まで自分が見た作品で好きなものっていうのを庵野の中で合成して作るっていう、なんだろうな。庵野秀明天下一武道会みたいなのが、庵野くんの作品の作り方。こういうのがあった、こういうのがあった、こういうのがあった。で、それを最後は、その少女漫画の文法の中でガッと混ぜて作るから、面白いものが出てくるんだけれども、なんかね、エヴァって俺なんかあんまり語られないものがバスタードだと思うんだよな。これはバスタードの大きい方の本の第1巻なんだけども、かなりね、この第1シリーズのかなり後半になったら天使が出てくるんだよ。で、このバスタードの中に出てくる、登場する天使っていうのが、ウルトラマンそっくりでみんなジュワとかヘアとかって言うんだよな。で、使徒っていうのは俺にしてみれば、ウルトラマンたちなんだよな。それが、あまり知られてない。本当言えば使徒っていうのがなんで羽生えてんのかとかさ、っていうのが、その、バスタードの中に出てくるウルトラマンに割と似てる天使たちの羽の生え方とすごい似てるんで、まあ、こういう元ネタみたいなものを探すのが好きな人は一回見といてくださいと。まあ、そういうものぐらいしか俺に言えるものはないよな。あとなんだろうな。なんかジャンプはちょっといろいろ語りたいは語りたいんだけれども、都市伝説でも何でもないんだけど、少年ジャンプの話していいですか？今週の少年ジャンプ。もうね、メダカボックス頑張ってるよ。頑張ってるのは、という意味は何かっていうと、絵が古いじゃん。はっきり言って。ルローニケンシンより前の絵だよ。あれどう見ても。なのに、頑張って漫画描いてらっしゃるじゃん。俺ね、なんかすごい応援したい気持ちでいっぱいなの。で、話も面白いんだけどね、面白さっていうのはテキストというかセリフの面白さなんだよな。原作者が練り込んだセリフの面白さで、よくよく見てみると、なんだろうな、メダカボックスってさ、やってることはただ単に普通のバトル漫画だよ。ものすごい平凡なストーリー進行なんだよ。ただ単になんか意外なやつが、今度は味方だったやつが、最大の味方だったやつが敵に回ってしまったり、もしくは、何チーム対何チームの戦いになったりっていうふうなことを、もうごく普通の筋肉マン以前みたいな話、ジャングルの王者ターちゃんみたいな話を、延々古臭い絵でやってるんだけども、何がすごかったらデコレーションなんだよ。セリフのデコレーションで、過激っぽいセリフをバン入れてくるんだよね。そんなことを信じてるのはジャンプの読者だけだとか、漫画ではそうなるんだけど、現実はそうはならないっていう、漫画読んでる人間が思わずドキッとしてしまう、このセリフのデコレーションによって持たせてる。この言葉のね、強さっていうのが俺ね、メダカボックスの魅力の本質だと思って。なのにあんな古臭い絵で、よく頑張ってるよとかって俺を応援してるんだけどな。
あとね、なんか最近好きなのが、ごめんな、漫画の話延々。ドリフターズって漫画で、こうか。これ読んだことあるかな、みんな。まあ、こんなの俺にいちいち言われなくても読んだことあると思うんだけど、これ何かっていうと、平野浩太っていう人が書いてる漫画で、英雄がすべて出てくる天下一武道会みたいな漫画なんだよね。天下一武道会じゃない。善と悪とに分かれてたか。人間って死ぬじゃん。で、死んだ人間がすべて、死んだ人間すべてじゃない。死んだ英雄たちが集まって生まれ変わる妖精の国とかがあって、そこに悪の軍団が生まれつつあると。で、悪の軍団には、なんかこう人間に絶望したものが、ジャンヌ・ダルクとかさ、なんかこう多分こうヒトラーとかさ、そんな奴がこういっぱい生まれ変わってるんだ。で、善の軍団ってことはないんだけど、主人公側には、織田信長とかさ、だからそういうふうな奴らがいる。それが、こう戦うっていうような話なんだけども、なんかね、この分都市伝説なんだけど、この間、平野浩太作者が、すごい嬉しそうに言ったらしいんだけども、いつスティーブ・ジョブズ出そうかなって言ったそうなんだよ。あいつすごいよね。ヒットラーとかさ、ジャンヌ・ダルクとかさ、あとなんだろう、ハンニバルとかさ、そういう歴史上の人物が戦ってるところに、あれ、スティーブ・ジョブズ出すこと考えてるらしいんだよ。で、もちろんスティーブ・ジョブズは iPad を持って戦うらしいんだよ。かっこいい。平野浩太頑張れ、そこまで書いてくれって思ってさ、めっちゃ嬉しいと思って。で、そういう時代ごちゃまでの英雄がいろいろ出てくる話だったら、どんどんさ、こう夢膨らんできて、じゃあジョン・レノン出てくるはずだろうとか思って、ジョン・レノン出てきたら、なんか、まだ生きてる嫁さんのことをどう語るかわかんないんだけども、どんな風に戦うつもりなの？それともあいつはあくまで歌うだけなの？とか、こう、いろいろこう期待するじゃん。シェイクスピアできたらどうなるんだろうとか、夏目漱石できたらやっぱちょっと変なこと言うのかなとか、いろいろ期待するんだけども、釈迦とかキリストがね、俺いつ出てくるのかっていうのもすごい楽しみで。だって歴史上の偉人が出てきたら戦うんだろう。釈迦とキリストが同じ陣営なのか、どっちかが悪に行くのかってすごい楽しみじゃん。なんかもう早く見たくて、最終回どういう風になるのかなと思って。いや、最後に出てきそうって考えるんだけども、最後にね、なんかこう、出すよりは俺途中段階で早めに出す方がいいと思うんだよ。最後どうなるのかな。俺なんか思ってるの最後は、イブっているじゃん。アフリカの、120万年ぐらい前の人類の祖先すべての元になったというたった一人の女性のまあ人間の祖先だよな。あのイブが出てきて、あんたはいい加減にしなさい、もう早く寝なさいって言って終わりじゃねえかなと。そしたら歴史上の人物全員なぜかこう足が震えて、ごめんなさいお母さんって言って終わりだったらすげえ感動するんだけども、平野浩太さんいかがでしょうか、そういうラストは。イブが出てきて怒って終わりっていうので考えてみてくれませんか。あとね、なんだろうな、どの辺話しようか。じゃあコンビニ、テレビで話せない系というやつだよな。コンビニ弁当ってさ、危ないって話よく聞くじゃん。いわゆる防腐剤とかいっぱい使ってるとかいう話はよく聞くじゃん。あれが本当かどうかと俺興味があって、中川翔子の、ため池ナウっていう番組出た時にさ、今日は都市伝説スペシャルでタブーがないからいろんな話してくださいって言ったら、俺が話したら一発でカットされちゃった話が、そう、コンビニ弁当の話なんだけれども、そう、コンビニの弁当を残飯に出したら、そしたら豚が奇形が生まれたっていうのがあって、それが本当かどうかっていうのを調べた人がいるって話があったんだよな。で、それを、聞こうと思ったら、なんかね、はっきりした統計取ってないんだよな。だからやっぱ噂話だったっていうオチでしかないんだけども、そういうふうな、結論ではなくて、その前提のそういう疑いがあったので調べた人がいたっていうだけでも、売り上げとかに影響出ちゃうから。だから風評被害出るからやめてくれってことだったと思うんだけども、結論から言うとさ、そんなね、変なね、再帰性の物質っていうかね、危ない保存料入れるはずがないんだよな。そんなことをやって訴訟被害とかを受けたりするぐらいだったら、だってそんな物質入れたらさ、コンビニの弁当作ってる工場からして被害が出るはずじゃん。そんな面倒くさいことするぐらいだったら、賞味期限をもっと短くして、つまり、人工物を入れないようにして、天然素材だけを作るようにして、すぐ腐るのも覚悟の、なんだろうな、保存量も入れないものにして、その代わり2時間か3時間ぐらいしか商品が、寿命がないようなものを作って売って、で、ダメだったらどんどん廃棄させた方がいいって話になっちゃうんだ。だから、コンビニのね、弁当に関してはね、
いわゆる都市伝説ってのは着眼点を間違えてる。着眼点としてはみんな保存料とかがいっぱい入ってるから危ない食品だろうって思うんだけど、そうじゃない。保存料とかが全然入ってないから、商品寿命が恐ろしく短くて、結果コンビニを経営してる人の首をすごい絞めてるんだよな。だって、仕入れた弁当があっという間に売れなくなっちゃうんだもん。俺この間さ、コンビニで物買ってびっくりしたんだけどさ、やっぱりなんだろうな、ちょっとした、おにぎりかなんか、だったと思うけど、買った時に、いきなりポスがピーって反応して売れなかったんだよ。で、あれって売れない時があるんだよね。ポスがピーって反応して売れなくて、なんでかって、あ、すいません、これ時間切れですっていうふうに言われて、コンビニってなんか時間が、結局6時までしか売っちゃいけないものを、6時15分ぐらいに売ろうとしたら、ピーってなって売れないんだよね。レジ通んないんだよ。で、これの、なんだろう、売れなかったもののお金っていうのは店側が負担することになるわけだな。店が自分の責任で仕入れてるからっていうのは。だから結局店の方に負担がどんどんいってる。まあなんかね、そっちの話の方が本当は面白い話なんだけど、話が長くて、おまけに、なんだろうな、コンビニを敵に回せな話だからあんまりできないんだよな。個人ショップだと切れても売る。まあ売るんだけどな。あとはな、もう一つダメだった話が、大手パン屋の不思議な粉の話だよな。俺のさ、知り合いでさ、パッケージ屋さんがいてさ、パッケージ屋さんって言ったら、パンのパッケージやってんだよ。で、パンのパッケージで、菓子パンとかさ、食パンとかあるじゃん。あれ袋詰めにして売ってるよね。で、そういうのをデザインしてるとこがあるんだ。で、いやー、ここはセンスいいわ、ここはダサいわ、とかいろいろあるんだけど、大きいパンメーカーもちっちゃいパンメーカーもあるんだけど、そこの人らは、パン買っても食べないんだよな。でずっと置いといて、で、中に入ってる状態で見るわけだから、これデザインいいなって置いといたら、そしたらほっといたらいずれは腐って、中のパンが腐って発酵して、パンパンに膨らんじゃうんだよ。ところが、あるメーカーのパンは膨らまないんだって。もう、ほっといても、で、どれぐらい膨らまないのかなと思って、面白いから、ベランダに置いといたんだって。で、ベランダで一週間放置しても、パンが膨らまないんだって。で、あれは小麦粉じゃなくて、魔法の粉が入ってるんですよね、っていう話をして。で、その魔法の粉の方がきっと小麦粉より多いんでしょうね、みたいな話をして。すげえ嬉しそうに話したら、しょこたんの顔がもう引きつってオンエアできません。え、メーカーとか言ってないからいいじゃんって言ったら。だってそれ消費者が不安なんだったら自分でパン屋からパンとかコンビニからパンいっぱい買ってきて自分でベランダに並べて全メーカー並べてどうなるのか見ればいいだけじゃん。それ誰にも迷惑かけないじゃんって言ったら、いやーって言ったっていう、まあ、そんだけの話でした。ショコタン意外とすれば、いや、ショコタンの方がちゃんと常識人なんだ。なんかなんでそれダメなのって言いながら、もう俺の心の中意地悪な感じでいっぱいでさ、それはオンエアできるはずねえよとか。だって、俺の隣にテレンス・リーとか座ってんだよ。で、テレンス・リーが、もう今日俺過激なこと言いますよって言いながら、明らかにテレビ的に安全なことしか言わないわけだよ。で、この偽物野郎が、とか思いながら。ショコタンさんは悪くない。テレンスリー俺いろんなところで言ってんだけどさ、もうテレンスリー見るのが楽しくて楽しくて。何々という説があるってあいつを言いましな。面白いよな。何々という説があるって言ったら何でも OK じゃん。そんなもん別に。なんだろうな。例えばケンタッキーフライドチキンで出している、鶏肉、なんか鶏には足が4本あるという説がありますとか。それは説があるって言ったら何とでも言えるんだけど、そんなものを遺伝子改造して作る技術があるんだったら、ケンタッキーやチキンなんか売ってねえよ。その技術でもっと儲けてるよ。そんなことあるはずねえだろ。自称傭兵だった人。自称傭兵、多分あれは本当の傭兵だと思うよ。俺昔、ゼネラルプロダクツっていうね、SF ショップやってたんだ。で、そこで T シャツとかさ、マグカップとかさ、女の子の絵描いたもの、結構チャラい商品とかもあったんだけども、一番それをね、買ってくれたのが自衛隊員だったんだよ。で、自衛隊に入ってるとなんかこういうものを、ファンシーなもので身を包みたくなるんだと思ったんだけども、意外だったのがね、傭兵からね、なんか国際通販のお願いがしょっちゅう来るんだけど、送り先がしょっちゅう変わるんで、今度はここに送ってくださいって言ったら、コンゴとかさ、ルワンダとかさ、それ危ないところで国際郵便で送ったら、そしたら、届きました、ありがとうございますって言って、安野秀明くんが書いたエッチな女の子のマグアップ持った傭兵が V サイン出してて、嬉しそう。もちろん日本人だよ。で、危険ないのかなって思ったら、傭兵の仕事のやっぱりなんか半分ぐらいが、いわゆる正規の兵隊だったらできない仕事。そのできない仕事というのは危険な仕事じゃないんだ。
兵隊をそういうようなことに使ってはいけないとか、もしくは運用するときに何人ぐらいの兵隊がなきゃいけないっていう枠が決まってる。例えばこの中隊っていうのは400人の人数が必要だって言ったら、でも掃除とか洗濯とかそういうの含めたら450人の人手が絶対に必要だと。でも正規の兵隊を動かすには書類も大変だ。そういう時は50人傭兵雇うんだよ。だから俺らのイメージでは傭兵って言ったら危険な職業って思うんだけども、そのフランス人の傭兵部隊行ってたやつに、彼の経験から言ったら傭兵っていうのはかなり安全な仕事ですと。で、傭兵なんかよりはもっと、なんだろうな、民間の警備会社で戦争に行ってる人間の方がもっと危険度が高いっていうふうに言ってたよな。だからそう、派遣屋さんとか雑用っていう風な部署も多いと。で、そいつは現に、4年間傭兵に行ってて、で、世界中回って、世界中からゼネラルプロダクツって俺のやったショップの商品を買ってくれて、嬉しそうに最後にはなんかこう、エプロンまでしてる写真が、コソボかどっかで撮ったエプロン撮ってる写真がなんか送ってきたんだけど、一発も弾を撃たずに帰ってきたそうだから。あと、なんだろうな。傭兵がエプロン。民間と聞くとブラックラグを思い出す。テレンスリーはよく北の国の話してた。テレンスは何やってんだろうな。流れ玉でも怖い。儲かるのかな。儲かるというかね、ギャラはね、そこそこいいんだけども、で、使い道がないから金貯まるときは貯まるっていうね。その代わり、遊ぶときに思い切って遊んじゃうから、やっぱり傭兵上がりで、お金貯めた人間っていうのは本を出したり、喋りが上手いやつになる。だから、その意味では、テレンスリーはうまくやった方なんじゃないのかな。あとね、俺この間聞いて面白かったのが、これも都市伝説なんだけども、今年はね、プラレールの新製品ないんだって。クリスマスの時期に、毎年プラレールって新製品出すんだけど、今年はない。で、なんでって聞いたら、タイの大洪水のせいだ。実は日本のプラレールの工場って、もうほとんど全部タイにあるらしいんだよ。でもタイに大洪水、工場が全く動かないから、今年は、プラレールの新製品一切ありませんって言われた時に、俺すごいね、ショック受けて、そうか、プラレールないかと思ったんだけど、よく考えたらタイの大洪水の方がショック受けるべきなんだけど、メガオタクだからプラレール今年ないかとか、タモリさん悲しいだろうなとか思っちゃった。あ、マックのハッピーセットもなくなるんだ。そうか。うん。そうなんだよ。タイって優秀な工場多いからな。しんどいよな。しんどいよな。だから困るは困るんだよな。あとどうしましょうね。なんかなんで都市伝説っていうのが生まれちゃうんだろうなっていうのは考えたんだけども、都市伝説って、例えばその、テレンス・リーが言ってたか、もしくはハローバイバイの関が言ってたか、どっちが言ってたか忘れたんだけども、アメリカ軍はすごい優秀なスパイ衛星を使ってる。例えば、今のスパイ衛星みたいなものはもうね、当たり前の技術になってる。Google Earthでどこでも見れると言ったんだけど、スパイ衛星はもっと精度が上がってきて、もう人間の表情も読み取れると。で、それとレーザー光線と組み合わせて、もう狙ったところにいる好きな人間をレーザー光線で一瞬で殺すことができるんですっていうふうに言うんだけども、なんだろうな。それないよなって思うんだよな。なんかそんなことがあったら、何年も何年も、なんだろう、アメリカの敵みたいな人間が生きてるはずがないし、なんだろうな。偵察衛星で何か監視するってのは軌道が決まってるからさ、その軌道変更にも手間かかるし、カメラの振り幅とかも、ほんのちょっと狂ったらもう全然違うもの見えちゃうわけじゃない。だから、そんなに便利に世界中どこでも見えるもんでもないし、だいたい角度も真上からしかないわけだしさ。で、プラスレーザー光線だろ？レーザー光線ってさ、大気中を通したらすごい減衰するんだよな。レーザー光線でなんとかやって、レーシックシーツとかって俺やったことあるんだけどさ、今俺レーシックシーツで、こう遠くはすごく見えるんだよな。近くは老眼で見えないんだけども。で、あれってレーザー光線と人間の眼球との距離がもう1センチとかさ、こう、1点何センチぐらいだから使えるんであって、空気の中を通ってしまったレーザー光線。それが、たとえ100メートルで200メートルであれば、空気の、まあ、分子や、あと水分によって、ものすごく威力が少なくなっちゃうんだよな。で、途中に雲なんかあったら、もう絶対にダメだし、そんなね、衛星軌道上にレーザー光線を置いて、それで、人が殺せるっていうふうなことは、まあ、なかなかないですよ。それ、そんなに人間は便利にできてない。減衰と拡散。バスクオム、え？夢のある兵器だね。なんだよな。レーザー光線、無効化するのは一番いいのはアルミホイルとかって言うけどね。アルミホイルみたいな反射率が、高いもので、
パッて隠しちゃったら、まあそれだけじゃなくて本当に白い布でもいいんだけどね。それだけでなんか何秒か防げてしまうから、レーザー光線そんなに人が殺せるぐらい強いのが来たら、もうほとんど目で見えちゃうんだよ。空気中の水分とかがバッと一瞬で蒸発して曇りになって、で、レーザー光線が、光線自体が見えちゃうから。だから白い布とかでほんの1秒ぐらいでも逃げれたら、その焦点が当たってる場所から逃げれちゃうしな。なんかそういう、科学というんじゃない、技術の処方を知らない人間が、こんな噂もあるとか、さっき言った何とかという説があるっていうので、信じちゃう。まあ、都市伝説が生まれる、まあ、理由の一つは、こういう技術に関する無知と、あと、すごいことはすごいことやってるんじゃないかって思い込みから出てくる。で、二番目はな、その、思い込みによる盲点っていうのがある。こうに違いない。今言ったのと似てるけど、思い込んで盲点ができてしまう。例えば、アメリカは月に行ってないっていうのあるじゃん。もう未だにね、いるよね。アメリカは月に行ってない。あれは、世界を騙したトリックだと。で、例えば旗がはためいてるのが空気がないとこで変だとか、月に星が映ってないとか、いろんなことを言う人がいる。で、未だにそれを信んでる人がいるどころか、アメリカで統計取ったら、アメリカ人ですらなんか十何パーセントぐらい、なんか月に行ってないとか、あれは陰謀だっていうふうに信じてる人がいるらしいんだけども、そんなはずないじゃんって思うんだよな。で、いや、そんなことはずないじゃんっていうのは何かっていうと、月に行った方が安いよ。アポロ計画何万人働いてたと思うの本当に。月にね、行った方がよっぽど安いし、手っ取り早いよ。これだけ隠蔽工作を1969年だよ。今からさ、もう40年以上前じゃん。40年間そんなね、秘密で隠せるはずないんだよ。もしそんな秘密で隠したりしてるんだったら、バレそうな時にすいません、実は行ってませんでした。でも、ちゃんと行きましたって言った方が早いし、月着陸自体はそんなにね、高級な技術じゃないんだよ。やたら金がかかるだけであって。でも、どんなに月着陸に金がかかろうとも、もし本当にやってないんだったら、隠蔽工作の方が絶対金がかかるから。もうね、そこら辺の現実見ようよ。まずアメリカは陰謀があるに違いないとか、世の中には隠されたなんかそういう真実があるに違いないという思い込みで、月に行ってないっていうふうに思っちゃうんだよな。で、もう一つさ、思い込みによる盲点っていうのは、例えばアニメ産業低賃金って話。これ俺が前のニコ生のシンクタンクの方で言った話なんだけども、アニメ業界で俺の知り合いが月収2万円ぐらいだったって話をして、そっからアニメ業界は低賃金だって話になっちゃうんだけど、そうじゃないんだよ。アニメ業界ってのは賃金の幅がすごく広いんだよ。だから、月収2万円どころか月収数千円のやつもいるし、ちゃんともらってるやつもいる。ただし、比較的低賃金だと思うのは何かっていうと、月収数百万とか、年収数千万数億のやつがほとんどいないんだよな。ガンダムで富野さんがヒットした時に言ってたのが、俺がプール付きの家に住めないとダメだって言ったんだ。つまり、ハリウッドなりなんなりで、ガンダムぐらいヒットした作品作ったやつは絶対に超高級な家に住んで、で、プールで、プール付きの豪邸に住んでると。でも日本ではそうじゃなくて、ようやっとマンションが買えるかどうかだと。これではいけないんだっていうふうに富野さんずっと言ってたんだけど、これその通りなんだよ。つまり、上の方にアッパーリミットがあって、で、月収で100万いく人がもう本当にいないよね。で、下の方は、月収数千ぐらいなんだけども、真ん中辺の普通のアニメーターっていうのはそんなに悪いわけじゃないんだよ。で、なんでじゃあそんなになんかこう月収の、てか低い賃金が話題になるのかというと、やっぱ出来高だからなんだよな、ね。出来高つまり絵を描いていくらなんだ、ね。それも、なんか一日中書いててのに全然金にならない。一枚書いて1円なんですとか、そんな世界じゃないんだよ。一枚書いてちゃんと200円ぐらいもらえるんだけども、チェックが厳しいんだよ。テレビで見せれる絵というものをちゃんと上げようと思ったら、動画っていうのはかなりクオリティが必要だからさ、そこになかなか入れないんだよな。だからそこに入れなくて、ね、月収数万円とか、もしくは数千円の人が、ある時、書き方分かったって掴んでさーって早く書いたら月収10万以上ちゃんと行くんだ。でもそこに行けずに2年も3年も足踏みする人がいることも事実なんだ。それでアニメ界やめちゃえばいいんだけども、みんなさ、夢持って働きに来てて、で、両親も頑張れて支援するから諦めきれなくて、年収というのは月に1万円とか2万円のギャラの状態で頑張っちゃうんだ。それを平均化するから月収が低いということが起こるんだけども、そんなね、収入がね、低いとかって言い出したら、俺大学の時にバイトしてた教育商材のね、なんかこう、訪問販売の方がずっと悪かったよ。俺大学入った瞬間にさ、バイトやるぞって、俺はなんかこう、人前で話したりすることがそんなに苦じゃないから、セールスマンっての一回やってみるかと思って、
なんかこう、スーツケースいっぱいに、通信教育の機材みたいなものとか、なんだろうな、ドリルとかいっぱい入れて、で、家を一軒一軒ピンポンピンポンで回って、すいません、なんとかというものですけども、お子さんの学力を上げるなんとかっていうやつをやったんだよ。で、3日ぐらいさ、回ったんだけども、まあ、本当に辛かったね。目の前でドアを閉められるというか、もう、ドアを開けてもらえないというか、インターホン越しに断られるというか、怒鳴られるというか、水をかけられるというか、本当に辛くて、なんか、その時に自分が、あったような、なかったようなプライドがもうぺっちゃんこになっちゃって、生きていくのが嫌になって、で、帰ったら帰ったで、バイト代さ、払いたくないわけだよ。そういう会社のセールスマン雇ってる人らっていうの。だから、契約取れずに帰ってきた人間をもうね、ゴミのように罵るわけだよね。で、罵って早く辞めさせたいんだっていうのは法律で何日間以上働いたら、もう金払わなきゃいけないわけだよね。ノルマ級であっても、金払わなきゃいけないから、なんとかして、この会社が嫌で出社拒否にしたいんだよ。稼げないやつは。で、稼げるやつってのは2日目とか3日目ぐらいでもう、ある程度数字出してくるか、もしくは最初から諦めて自分の親戚回って頭下げて、ちゃんと契約取ってくるんだよ。そこら辺野党法も見てるからさ、そうやって何としてでも契約取ってくるやつとか、親とか兄弟に頭下げても契約取ってくるやつっていうのは、そいつが契約取れなくなるまで勝ってるし、そうじゃない俺みたいになんか真面目に回るしか思いつかなくて、毎日毎日、契約件数ゼロで、で、回るところに地図渡されるんだよ。で、本当に一件一件それをチェックして潰さなきゃいけないんだけど、そういうことやったやつは本当にボロクソに怒鳴られて、で、俺はなんか3日目ぐらいでもうその会社に帰るのが嫌で、その商材のカバンを会社の玄関に置いて逃げ帰って、本当は2日分のバイトだよ、3日分かもらえるはずだったのが、それももらえずに逃げちゃったことがあったんだけども、あっちの方がさ、よっぽど、なんだろう、賃金安いと思うから、アニメ産業そんな低賃金じゃないと思うな。これも都市伝説だと思うな。あとさ、なんだろうな。お、もう9時になっちゃった。1時間経っちゃったね。マスコミのタブーっていうのがあるじゃん。例えば、何々は世界を征服してるとか、ユダヤは世界を征服してるっていうのがあったりするんだけども、これも本当かどうかっていうのがこう微妙なところでさ、この間内田達さんっていう人と対談したんだけども、これがね、面白いってことはないんだけども、微妙だよなーっていうふうに、意見がこう、まあ、話があって面白かったんだけども、悪の組織っていうのはこの世の中にないんだよ。面白いことにな。悪の組織っていうのはないと。儲けたい組織はある。それは株式会社ってやつで僕らの周りにいっぱいいると。で、悪巧みをしてるやつはいると。それはいるんだけども、その悪巧み大連合みたいなものはないんだと話をしてたんだ。つまり、なんか肯定不愛をどうにかこうにかしていい思いをしようとしてる奴は絶対にいるし、あと、もしくは政治とかに関わってるやつで、政府をこっちに動かしたりあっちに動かしたりしていい思いをしようとしてる奴は、それは絶対にいっぱいいるんだけども、それらを統合して、日本をこっちの方へ持っていこうとか、アメリカをこっちの方へ持っていこうという悪の組織だけはないと。そんなものはないですって話をして。確かにそうなんだよ。でも、それを言うと、悪の組織みたいなものが実はないんだって言うと、でもこんな陰謀があるじゃないかっていうふうに、そういう人たちはこう陰謀の実例を出すんだよ。で、それに対して俺も内田さんも確かにね、あるよね。だったら悪の組織あるじゃないか。現に日本はこういうふうに追い込まれてるとか、アメリカこういうふうになってるっていうふうに言うんだけども。いや、違うんだよ。個別の悪人はいるし、悪巧みはいるし、小ずるい奴らは何ぼでもいるんだけど、そんな大悪人とかいねえんだよって。そこら辺の、なんだろうな、感じがマスコミのタブーみたいなものがあるんじゃないかというふうにある。マスコミにはね、タブーがなくてね、めんどくさいことが嫌いなんだよ。単に。どんなことを言ったら、右翼団体が乗り込んでくるんじゃねえのかとか、島田紳助のことをボロクソに書いたら、やっぱり講談社の週刊現代1億6000万の訴訟をかけられたと。これはめんどくせえなと思ったらみんな手控えるみたいなもんで、めんどくさかったり金がかかったりすることをみんな嫌う。で、頑張る場合もあるんだけども、急に折れちゃう場合もある。例えばずっとこういうキャンペーン貼ったんだけどダメだと。政府の圧力がかかったのかというふうに言われるんだけど、それはただ単に社内で、取締役が変わったりして、編集長が変わっちゃったとか、そういうふうな場合の方がずっと多いんだよな。だから、圧力がかかったってことがないのか。そんなことはないよ。圧力ってのはちゃんとあるし、それに折れる場合もあるよ。例えば、昔文藝春秋が出した雑誌が、ユダヤ人の陰謀というか、ガス資産、
殺人じゃなかったみたいな無茶苦茶なことを書いて、結局ユダヤ人団体からすっごいきつい抗議を受けて、で、雑誌全体がなくなっちゃったってことがあったんだ。で、だから圧力自体はあるんだけども、だからといって、じゃあユダヤ人が全てっていう方、ユダヤ人だって貧乏人はいっぱいいるんだしさ、だって日本で路上でなんかこう、アクセサリーとか売ってるのって大体イスラエルから来た、つまりユダヤ人の若者じゃないか。で、ああいうふうにやって外傷してるんだからさ、貧乏人になっているし、成功しない奴だっていっぱいいるし、ポール・サイモンっていうのはさ、サイモンとガーファンクルっていう歌手の、歌、作詞作曲家って歌ってる奴が、あれがユダヤ人なんだよな。で、彼がユダヤ人なんだから、ユダヤ人の孤独っていうのを語ってたんだけどもさ、ニューヨークってクリスマス時期になると、もう本当にそこら中クリスマスの飾り付けがいっぱいになるじゃん。でも、ニューヨークに住んでる人の、なんだろうな、3分の1ぐらいだったかな、4分の1ぐらいだったかな、その当時ユダヤ人だったんだって。で、そのユダヤ人たちはクリスマスの時期にはしゃげないと。なんでかって言うと、クリスマスっていうのはイエス・キリストが生誕した記念の誕生日だから。で、ユダヤ教はイエス・キリストを認めてないんだよ。ユダヤ教とキリスト教は、ほとんど同じもんなんだけども、一番上のトッピングの部分でイエス・キリストが救世主として現れたおかげで、ユダヤ教の部分はチャラになってキリスト教という新しい宗教ができました。これがキリスト教なんだ。ユダヤ教にしてみたら何言ってんだよって。なんかどっかから分かれた。なんかこう、いや、大工の息子かなんかいきなり救世主だと言って、そんなことはねえよと。まだモーゼ様とかが取ってきた戒律の方が正しいんだよっていうのがユダヤ教なんだ。だから、クリスマスを祝えないんだよな。キリストの誕生日を祝えないんだ。で、それがすごい寂しくて、子供の頃からみんながこうはしゃいでる時に家の中で一人だったみたいなこと書いてる。それがなんかリアルなユダヤ人だったりするので、なんかさ、その連合していって世界を牛耳ってるというのはない。でも、ユダヤ人に限らず、金持ちの一部はちゃんといい思いをしようとして、めちゃくちゃなことをやろうとしてるのは確かは確かだから、この辺がこう陰謀論のややこしいところなんだよな。あとね、都市伝説が生まれちゃう原因の最後の一個なんだけどさ、わかんないことがあるんだよな、世の中には。わかんないことがあるっていうのを俺ら認められないっていうかな。誰かがわかるって言ってほしいんだよな。だから、ここでさっき貼ってた TPP について一言とか、どうですかっていうのも何かっていうと、わからないことが不安なんだ。これが本当にどうなのかとか、どういうふうに考えればいいのかって不安だから、だからどん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 考え方をこう教えてくれとか、どういうふうに判断すればいいのかって教えてくれって言うんだけども、実は分かんないことがあるんだ。簡単な例が地球温暖化だよ。地球温暖化というのに関して俺本当にね、結論つけれないよ。基本的に地球は温暖化してるのかどうかというところからもう分かんないじゃん。100年単位で見たら地球っていうのは寒冷化してるという人もいれば、太陽黒点が増えてるから、これから150年ぐらい、地球はおそらく冷えていくだろうっていう人もいる。いわゆる、という、テレンス・リーが大好きな、という説もあるってやつだよな。まあ、この地球は徐々に寒冷化してるっていうのが、俺はなんだろう、前提だと思ってるんだ。でも、温暖化っていうか、二酸化炭素の排出とか、あとは、都市型の、なんだろうな、気候変化によって、局所的な温暖スポットが増えてるってことも確か。さて、温暖化してるのかどうかも今言ったようによくわかんないわけだ。次に、温暖化がまずいことかどうかもわかんない。例えば、二酸化炭素の排出によって地球の気温が平均で1度とか2度上がる。これを本当だとしよう。これが本当だとしたら、これがいいのか悪いのか、実はわかんないんだ。確かにキリマンジャロの雪は溶けちゃうかもわかんないし、砂漠が広がるかもわかんないんだけども、おそらく、なんだろうな、それによる被害よりも、シベリアとかアラスカとかの耕作に適さない土地の面積が一気に耕作に適するようになる方が多分多いと思う。つまり地球全体という形で考えたら地球側の平均気温が1度か2度上がる温暖化っていうのは人類にとってはいいことなんだよ。ところが、ここの島国の人、特定の地域に住んでいる僕らにとってはいいこととは限らない。日本人にとって地球の温暖化っていうのが地球の温暖化によって地球が住みやすい場所になっても日本にとって嫌なことが起こったら地球温暖化は悪いことじゃん。太平洋の島に住んでいて水位ギリギリの人にとってみたらさ、地球温暖化によって海、島が沈んじゃうって言ったら地球温暖化は悪いことだって言うし、で、アフリカに住んでる人にとってキリマンジャロの雪が溶けてしまうって言ったらそれ観光資源もなくなるから、これは悪いことだって言うんだけども、でもこれまで寒いところで頑張って農業とかをやろうとしてもろくに
なんだろう、畑から作物取れないような人らにしてみたら、地球の気温が1度か2度上がってくれるだけで、実は耕作面積ってのは増えるんだと。砂漠化は進行するかもわかんないんだけど、それ以上に耕作面積が増えるんだったら、トータルとして地球にはいいじゃないか、人類にはいいじゃないかっていう議論があるんだよ。そうなるともう立場の違いだよな。立場の違いによって、俺が住んでるとこではこうだとか、俺のふるさとはこうだっていう話になってくるから。じゃあ、トータルとして地球温暖化が、まず、最初も言ったように、してるのかどうか。次にそれがまずいことかどうか。で、それの議論が今言ったように、すれ違うのはもうどうしようもないことっていうのがあるから、地球温暖化に関して俺正直わかんないよっていうふうに言うんだよな。はっきり言えるのは、温暖化はいけないことだっていうふうにシンプルに言えるもんじゃないから、温暖化議論があったら落ち着けよっていう側に回ることだけ心得てるんだ。だから、こういうふうなことに関して落ち着けよっていうふうに言うしかない。で、なんだろうな。TPP ん ?PTT? TPP だ。トランスパシフィック、なんだっけ?あ、S田さんも、人にあんだけ TPP 話せて言いながらトランスパシフィックでもう、いやーい、新婚で頭がボケてやがる。トランスパシフィックパートナーシップだって。パートナーシップって今更言ってもそれはコメントを見て言ったんだろう、俺と同じく。みんなありがとう。はい。これに関しても俺正直わかんないよ。なんでわかんないのかっていうと、あのね、例えばこれはアメリカの一方的な利益になるっていうふうに言うんだけどもさ、さあこのアメリカの一方的な利益というのが、さっきも言ったように K っていう考え方だよな。システム。なんとか K っていうじゃん。その K で考えてみよう。さっきは地球という広大な K で考えたんだけども、時間軸という K で考えてみよう。で、この5年とか10年とかで考えたら、著作権法を伸ばすとか、あとアメリカに有利な、法案、法律に全部通すっていうのは、この10年、15年の刑で考えたら、明らかに日本が不利に見えるんだけども、俺よくわかんない。っていうのは、第二次大戦に日本が負けたっていうのは、絶対日本って不利なはずだし、アメリカにとって有利なはずなんだよ。でも、そこから20年、30年かかって起こったことは何かっていうと、日本の経済発展によるアメリカの買い占めという現象が起こっちゃったんだよな。結局それはプラザ合意とかなんとか、なんだろう、円高誘導とかによってもう一回ひっくり返されることになったんだけども、刑っていうのを広く取ったら、俺第二次大戦に勝ったけど、アメリカは得したかどうかわかんないって思うんだよな。対日関係、日本との関係において。つまり、小さな刑は予想できるんだ。でも大きな刑を予想することは誰にもできない。例えば、この TPP に関して、多分ね、今の俺の知識量では、日本にとって不利な条約だからやめた方がいいと思うよ。でもそれがアメリカにとって有利なものだか、けども、それが全てのアメリカ人にとって有利なものなのか。そして、アメリカという国にとって、50年、100年というスパンで考えたら有利なものかどうかっていうのは、そんな大きい系で物事を考えることは誰にもできないから、予測不可能だと思う。で、なんだろうな。日本が無条件降伏、第二次大戦終わってした時の無条件降伏のさ、もうボロ負け具合って大したもんだったんだけどさ、そんな状況からでも巻き返してアメリカを買い取るぐらいのところにまで行けるわけじゃん。ということは、TPP がどんな条約だろうと、おそらくそれを10年とか20年後ぐらいに巻き返すことはそんなにね、むちゃくちゃ無理ではないと、俺は今なんか思っちゃってるんだよな。でも、それに関して僕らはものすごく恐れる。まあ、医療が嫌だとか、いろんなことが、ある、働けないの移民とかってあるんだけども、移民っていうのも俺は不思議なんだ。例えば、安い移民がいっぱいやってきて日本人の職を奪うって言ってんだけども、それ本当かね?移民っていうのは日本に来た瞬間に日本の定価で物を買って日本の生活しなきゃいけないわけだろ?じゃあ時給100円とか200円で働くような移民が来たとしてもそれは物価高の日本で暮らさなきゃいけないんだからさ、時給100円や200円でやっていけるはずがないんだ。もし彼らが時給100円か200円で日本で働けるんだとしたら、俺たちが取ってる時給はおそらく不当に高いっていう方が問題なんだよな。でも今の多分政治家にしてもテレビにしても、今日本人がやってる最低賃金の、例えば東京都だったら850円ぐらいだね、最低賃金。それを国際的なものにまで下げようって話には絶対ならないんだ。で、下げて大丈夫な国にしようとか、経済発展っていうのを抑えたら移民が来ないんだよっていう話も絶対ならないんだよな。そこら辺含めて、なんか、K っていうのを多分ある程度狭くすれば狭くするだけ語りやすい。例えば、この法律だけ語ろうとか、医療だけ語ろうとかさ、著作権だけ語ろうと思ったらできる。それは専門家がやったらすごい有意義な議論になるんだけども、本当はどうなのかっていう、刑を広げて50年、100年のスパンで考えてどういうふうにしたらいいのかって言ったら、誰にもわかんないと思うんだよ。で、俺らは
誰にもわかんないでいいんだ。俺ら日本国民は。誰もわかんないではいいんだけども、さあかわいそうなのが政治家とか官僚という奴らだよ。彼らは、わかんないことを決めなきゃいけない仕事なんだよな。わかんないことを決めるというふうなことに関して、なんだろうな。そういう役割を持ってるし、うまくいっても褒められないし、ダメなことをやったら怒られるというだけの、まあ、なんかこう、いろいろあるだろうけどさ、そういうふうな仕事やってんだ。で、そういう奴らに関しちゃ、なんかね、今はさ、基本的に俺らが、じゃあこういうふうにしろ、ああいうふうにしろって、さっき言った小さい刑ごとの助言はできるんだろうけども、大きい刑でこういうふうに判断しろっていうのは、なんだろうな。そんなね、頭の良さを彼らに求めてもしょうがないと思うよ。っていうのは、さっきも言ったように、小さい刑の計算はできるんだ。だから、アメリカが日本に対してこんな要求してる、今の、TPP にしても、アメリカ人はアメリカ人なりの、例えば、経済やってるやつとかさ、医療やってるやつとかさ、労働問題やってるやつとかさ、それぞれの利権ごとの小さい刑しか見えない奴らが寄ってたかってやってるだけであって、世界を支配してる悪の勢力ってのはないんだ。だから、世界を牛耳ろうとしてる悪のアメリカ人集団っていうのも俺はいないと思うし、そんな奴らが存在するぐらいこの世の中気楽な状態じゃない。神様っていうのが俺らいない世界に住んでるじゃん。だから同時に悪魔もいないんだよ。そういうようなものがいなくて、小ずるい奴がいっぱいいるだけの世界だよな。小ずるい奴と、で、そして、ちょっと騙されてしまう俺たちみたいな奴らとがいっぱいいるような世界に生きてるんだから。なんだろうな。そこの中でさ、相手を、過大評価しないことだと思うな。さっき言った、俺らと官僚とか政治家の差って、ちょっとだけなんだよ。それは、僕らが、例えば、貿易問題とか、著作権問題とかを考えに考えた時の結論と、専門家が考えに考えた結論というのは、実はそんなに変わんないんだよな。こと、専門知識がいるような問題は別だよ。さっき言った、ちょっと言い方が悪かった。医療とか著作権みたいな、専門的な知識があるようなものは違うんだけども、じゃあ結局どうするのか、条約を結ぶのかやめるのかっていうふうな、対極的な判断になった瞬間に、政治家とか官僚と俺たちとの、間の差っていうのはほんのちょっとしたもんしかないと思う。だから俺らは、あいつらバカだとか、売国だって言ってんだけど、そうじゃなくて、そんなに頭が良くないだけなんだ。俺らが期待するほどに。俺らと同じ程度にしか頭が良くない連中なんだよ。同時にアメリカ人と日本人との差も、そんぐらいしかない。いや、あいつらが上だとかそういうわけじゃないよ。俺たちが過大評価してる、頭が良くてずるい、世界支配をしようとしてるアメリカのエスタブリッシュメントと、俺たちの差も多分、ちょっとぐらいしかないんだよ。それぐらいしか対極的な判断では差がない。もちろん小さな刑ではいろんな情報操作に何なりができるだろうけども、対極的な刑になってしまった瞬間にみんなサイコロ博打やってんだよ。地球を規模とした、歴史というのを規模としたサイコロ博打やってるんだよな。だから、どうしようっていうのは俺に関しては慌てるなしか言いようがないな。慌てるな落ち着けしか言いようがない。で、個別の不利な条約には反対すればいいし、それに関して出た結論に俺は従うんだけども、じゃあどうするべきかということに関しては結論なんか出るはずがないよ。だから賛成か反対かって聞かれたら今日はなんだろうな。今日は最近ネガティブな意見いっぱい読んでるから TPP には反対ですよっていうふうに言うだろうけども、それで日本にとっていいと思いますかって言われたら5年とか10年のスパンでは逃げ切れるかもわかんないんだけども、でも貿易、法的条件とかを統一しようという流れは数十年かかって平準化されるだろうから逃げ切れるもんでもないでしょうね。鎖国いっそのことしちゃいますかっていうふうに答えるし、で、100年ぐらいのスパンでこれからアメリカの一極支配ですねって言われたら、そんなもんわかるはずねえじゃん。アメリカの一極支配っていうのがあるんだとしたら、1950年代にもう絶対にされてたんだから。それがされてない、多極化されてる状態っていうのは、そういう世界中を統一するような悪者もいなければ、世界統一の組織もなければ、そういう大きな刑をコントロールできるようなスーパーマンや神様や悪魔は、この世の中にはいないと思います。岡田斗司夫の都市伝説。まあ、このあたりで終わりにしときましょうか。じゃあ最後はどうしようかな。雑談でもしようか。いかんね。知能指数が微妙に上がっちまってるよ。そうだな。ハンターハンターの。ハンターハンターかな。ハンターハンターはな、なんか、ちょっと、海賊生放送でやったから、
多分そっちのタイムシフトかなんかを見ておくれ。あとなんだろう、ああ。これ良かったよ。ブラックジャック創作秘話。これさ、何かっていうと、手塚治虫が いきなり一番売れなかった時代、いわゆる連載すべて切られて持ち込みしてた時代に、やっとブラックジャックってヒットを出したと。で、また人生2回目のすごい忙しい時期が来たっていう時代の手塚治虫の電気漫画なんだけども、何がすごいかって、何は金融道のアシスタントが描いた絵なんだよな。だから、見たことがないぐらい小汚い手塚治虫が出てくるんだよ。帽子とメガネだけみんなが知ってる手塚治虫で、顔が全部嫌な感じなんだけどもさ、すっげえ面白いの。なんかね、この中に出てくる手塚治虫ってなんかもう、本当に困ったちゃんで、もう嘘をつくわ、締め切りは守らないわ、わがままだ、もう大変なんだけども。でも中でね、編集者が言ってんのが、もう本当にこんなやつ嫌で、殴ってやろうかと思ったって。まあ、殴った人の話もさ、こう別の本には、この本じゃなくて別のエッセイで見たことあるんだけども、本当になんかこう、困ったやつ、もう二度と仕事したくないって思って逃げちゃう人もいるんだって。でも、逃げた後振り返ったら、いや、逃げた後の手塚治虫って振り返ってみたら富士山なんですよ。遠くから見る富士山っていうのはすっと立って本当に綺麗なんです。でも近くへ行くと山道とかがあって険しいんですっていうのがあって、いい話だよな。天才と付き合ってるのはそういうことなんだよな。貝原雄三のところにいつまでもいる中川の気持ちがよくわかるよな。俺は思ったよ。宮崎駿だな。まあ多分そうなんだろうな。なんかな、さあと、富士山っていうふうに例えられると日本人の心というのはもうブルッとしちゃうよね。確かに孤高の天才として、手塚治虫っていうのはすっくと立ってるっていうのを見て、で、どんな努力、多分彼は いっぱい締め切りとか、嘘ついたり、約束破ったり、自分勝手だったり、言い気があったりするんだけど、それらすべてを自分の作品にこう、やってるところを見ると、それができない自分っていうのもあるから、余計に、なんだろうな、嫌になっちゃったりさ、離れたくなったり、あと、遠く離れたら綺麗に見えたりするっていうのもあるんだろうけども、それをこの、小汚い絵で描いてくれてるっていうのがさ、こう汚い絵っていうのが、もうこれだからね。こんな絵で、そして手塚先生が最後に笑顔を見せてくれる、その笑顔がいいんですっていうのがこれだからね。いやこれで、いや、これね、今見てたのね、多分この本の中で一番まだうまい部分だから、ぜひ、ぜひ見てください。すごいよ、これの中に入っている手塚治虫の伝説の数々。これこそもう本当に都市伝説だよ。手塚治虫ってさ、原稿書かずにアメリカに行っちゃったことがあって、ブラックジャック。まあ、そんなこと年がら年中なんだけども、ありとあらゆる約束破ってアメリカに行ったもんだから、最後電話で原稿を送信するって言ったんだって。で、電話で原稿を送信するって一体どうやるんだと思ったら、一日目、一晩目。では、一回しか言いません。よく聞いてください。これを、一回しか言いません。よく聞いてください。というので、この電話シリーズ始まるそうなんだけど、一回しか言いません。よく聞いてください。方眼紙を用意してください。1ミリの方眼紙。それの上から5ミリ、右から5ミリのところに点を一つ打ちます。その点から左へ 6.3 センチ線を引いてください。最初に引いた点から 3.4 センチ下へ線を引いてください。この線の終わりの点から、左へもう一度 2.4 センチ線を引いてください。さて、最初の点と今の点を結んだら台形ができますね。できましたかって聞いてきて、何してんのかって、漫画の小回り、ブラックジャック24ページをこの電話走行で送ろうとしてるんだよ。で、一晩目は聞いてたアシスタントが途中で分かんなくて、先生、台形ができませんって言って、これで終わっちゃったんだって。で、二晩目でようやっと24ページ分の全ての小回り、だからブラックジャックって言っても小回りかなり複雑だからさ、送って、さあ、3日目どうするのかって言った。今晩は背景の指定をしますって言って。で、3人いります。あ、だから4人か。4人いりますって。僕の言ってることを書く人、読み上げる人、探す人が2人、4人です。で、何するのかっていうと、では話します。ブラックジャック今回の1ページ1コマ目、三つ目が通るの3回前の4ページ目の6コマ目、小学校の校門があります。それを左半分をカットして、パースをやや斜め上で書き直してください。二コマ目、シュマリの、第六巻の48ページ、渦巻きの絵があります。その渦巻きの中心をやや下へ持ってきて、煽りの角度で描いてくださいっていうのを、これを24ページの全てのコマ、ザーッと言うんだって。で、
アシスタントが、ええー、って言って、うわーって資料庫から出してきて、これまでの原稿とか見たら、本当にあるんだって、その子にその絵が。それで背景の全てを指定して、で途中で、え、違うと。これ手塚先生、さすがに手塚先生間違えてるって言って、確認しようとしたら手塚さんがムッとした声で、そんなことありません。ありますって言う。で、アシスタントが、ええー、って思ってやったら、アシスタントが間違えてたんだって。本当にそのページに、こう、ドロロの、2巻の、48ページ目の3コマ絵とかに、本当にその絵が、犬の絵とかがあるんだって。それをやってる。だから手塚さんはそれまで描いてた漫画のコマの全ての絵が頭の中に入ってる。で、長井豪が、その時アメリカに一緒に行ってたんだけども、手塚先生飲みに行きましょうって誘いにドア、うんくした返事がないからドア開けたら、手塚先生、その国際電話の最中で、国際電話こうやって空中を見ながらその暗証をザーって言ってから何の資料を見せそれずっとやってんだって。で、飛行機ってさ、当時の飛行機の席とかすごい狭いんだけど、行きの帰り、飛行機も帰りの飛行機も延々原稿書いてんだけど、テーブル狭いじゃん。で、ペン入れしてるんだけども、ペン入れしてる時にインク壺を置く場所がないんだよ。で、手塚先生、左手にインク壺をずっと手に持ったままで、付けペンしてずーっと線書いてたんだって。それを行きの飛行機で十何時間、帰りの飛行機で16時間か。ずーっとやって、で、帰ってくるやいないや編集者に拉致されて、さっきまで送ってたの。だから、背景だけじゃない。人物これから乗せなきゃいけないって言って、そのままなんかこう、羽田空港の近くのホテルに拉致監禁されて、原稿4紙分かな ?4 冊分かな次々と書かされたって話が。すーげーな、手塚さんの伝説。かっこいいな。というわけで、90分経ちましたのでですね。それでは、岡田斗司夫の都市伝説スペシャル、最後は、この、手塚治虫先生の伝説ですね。この、なんだろう、小汚い絵で描いた感動的な漫画を、ぜひ読んでくださいというふうなことで、終わらせていただこうと思います。いやー、富樫見習いって書いてあるけど、いや、富樫は富樫で努力してると思うよ。手塚先生と違う意味で努力してる。いや、このさ、ブラックジャックの制作平和の中で面白かったのはさ、アニメ地獄って回があってさ、他の時には地獄とかで書いてないんだけど、アニメ地獄っていうのがあって、で、マリンエクスプレスっていう手塚治虫、あ、違う、地球100万年バンダーブックだ。バンダーブックっていう手塚治虫の、愛は地球を救う24時間テレビの、2時間アニメスペシャルかな。それをやった時の回があったんだよ。で、すごい苦労したんだけども、バンダーブックは大成功で名作が仕上がりましたって漫画の中に書いてるんだけども、騙されてはいけない。俺はバンダーブックちゃんと見たよ。面白くないアニメだったよ。だから、なんだろう、そこまでして天才が骨身を削って真剣になって男同士が血の涙を流しながらも、でも面白いものがあるとは限らないんだから、手塚伝説っていうのがあるんだったら、富樫伝説もあると思うよ。あんなに落としてて、なんかこう、俺たちからしたらろくに働かないように見えても、でも打率高いじゃん。絶対面白いもん書いてくれるんだから、それはそれで俺は応援したいなと思います。では、岡田斗司夫のオタキングゼミじゃなかった。もう名前忘れてた。ニコ生、岡田斗司夫ゼミ。11月は終わろうと思います。12月いつだっけ?カレンダー見よっと。ん ?12 月5日。12月5日月曜日の夜8時からです。おー。お疲れ様でした。月1なんて行けず。次までがまだ、そうだよね。なんか、もう番組前にね、さ、S田さんと言ったんだけど、俺週1やりたいよとか言ってたんだけども、なんか俺やりたいって言うときは言うんだけども、文句言うときは本当に自分の言ったことを忘れたように、まるで手塚様のように文句言うからね。中川扱いするからね、俺 S田さんのことを。この俺に毎週やるとは何事かとかって。みんなの笑い声がその通りだみたいな笑い声でシャレになってない。はい、お疲れ様でした。今日の動画はここまでですね。この頃からですね、もうハンターハンター連載休みがちだけど面白いから応援するぜと言ったですね、もう熱い僕がですね、語ってますんですけども、まあ、このゼミ、この配信してからですね、13年経つ間にですね、意見変わったこといっぱいあるんですけど、ハンターハンターに対する態度ですね、もう頑張れ応援するぜだけはブレてないですね。まあだから今日はもうアップグレード情報なしですね。相変わらず、ハンターハンター頑張れって俺の姿勢は変わりませんということでした。さて、いつもはですね、今日の見てもらった動画のですね、限定部分を含めた前兆版はというのがあるんですけど、この頃のですね、岡田斗司夫ゼミにですね、まだ有料放送という概念がなかったので、今日の動画はここで終わりにします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまた、バイバーイ。